皆さんこんにちは。農耕を始めてそこそこ経ちました。昨日剥き始めてみかんと共のお送りしております農家ためごろでございます。今日は絶対にみかんを食べたい、そういうふうに思っております。皆さんこのみかんを剥いた後、ここに白い鈴がありますけど、この鈴のところを皆さんどうして、私はこの鈴のところをですね、鈴というあだ名をつけて、おい鈴、今日もなかなか鈴張ってるよーって言ってですね、話しかけながらやらせていただ、今日は鈴をそんなに取らず、